全ての試合において、厳しい試合の連続で、あるということは、最終予選に臨む前から、覚悟していたことですし、まだまだ、我々次第で巻き返せるチャンスはあると思っていますし、でワールドカップ、出場権獲得のために、明日の試合で、勝利を出して戦うということだけ考えて、臨みたいと思います。我々の選手たちの力を考えれば、そして今、の、日本代表、日本サッカーの、力を考えれば、できる、準備を、怠らず、しっかりとやっていけば、勝つ確率は、限りなく上げられるというふうに思っています。